強風テフト対策。どうもちゃん、篠原です。今回は強風テフト対策数学編ということで、強風テストの数学どうやって対策すればいいかということについて話したいと思います。正直ね、共通テストの数学苦手って人結構多いと思うんですよ。だから、記述模試だったら偏差値60とかいくけど、共通テストになった瞬間点数60点取れないとかね、そういうケース非常に多いんですが、まあ、こうやって共通テスト対策すればいいよっていうことを、まあ、紹介したいと思います。実際ね、2次の過去問は取れるけど共通テスト苦手って人結構多いんですよね。まずね、一つ目が普通に数学力、計算力つけてくださいね。これはね、これがないと話にならないです。言うならば、共通テストっていうのは、まあ、特殊技能なんですよ。だから、まあ言うならば、まあワインのソムリエみたいなね。だから、もともとベロが敏感じゃない人間が、ワイン飲んでもわからないみたいな感じなんですよ、言うならば。だから、その、普通に、まあ、さっきの例で言うと、味覚が良くないといけないみたいな感じで、普通に数学の力がないと、そっから、その数学の力があるっていう人が、共通テスト対策やって初めて結果が出るのであって、もともとの土台がない人間に何言ってもダメです。だから、数学の力を普通につけないで、共通テストだけなんとかしたいですっていうのは、それはもうどうにもならないです。無理です、そんなこと言われても。ですね。だから、まあ、さっきの例で言ったら、まあ、普通に味覚が発達していると、甘いものから辛いものから全部か、まあ、食べれるとっていう人が初めてワインを飲んで聞き分けるっていうことをやるみたいなもんなんで、まずは普通に力がないといけないよってことで、まあ、数学力、計算力つけてくださいと。で、ここから初めて、まあ、共通テスト用の勉強なんですが、ちなみに計算力つけたいんだったらセンターの過去問がいいですよ。センターの過去問、安くて、問題の数も多いんで、で、問題の質もいいですから、センターの過去問が、まあ、一番計算力つけるんですけど、まあまあ。で、一つ目の、新傾向というか、まあ、これから、まあ、これはね、新傾向ではないんですが、選択問題があるかなと思います。で、この選択問題、どれを選択するか、まあ、二つ考えがあって、一つが決め打ちと、もうこっちでやるっていう、決めとくっていう、やつと、もう一つがその場で考えると。まあ、言ったら問題いろいろ見ていけそうなやつをやってみるっていうところで、これはね、まちまちです。正直俺はその場でやってほしいと思う。というのも、まあ、俺の動画見てる人って基本的に優秀なんで、まあ、偏差値ね、70とかそれぐらい取ってるっていう人が、まあ、あらかじめ決め打ちしておいて、もうこの分野とこの分野やりますみたいな風に決めとくのって、まあ、リスキーだし、その、それ以外のところやらないってのもどうかなと思うので、まあ、俺は、まあ、決め打ちじゃなくてその場で判断してほしいなと思いますが、でもやっぱり、その、レベルが高い人でも、もう決め打ちでやりますっていう風に振る人もいるんで、これはね、まちまちです。まあ、正直やりやすい方でいいんですが、どっちでもいいんですが、まあ、俺は、こっちで、ちなみに言うとやります。こっちですね。その場で、いけそうな方でやる。というのも、数学ってその思いつかない時はもうどうしようもないって問題あるじゃないですか。で、そういうのがたまたまその決め打ちの時に出てしまった時のリスクを考えると、まあ俺は、二次試験で使うっていう、まあ兄弟だからね、兄弟だから二次試験で使うっていう人間でもあったんで、まあこのその場でっていう方がいいんじゃないかなと思うし、基本的には俺の生徒には、その場で行けるように、いろんなところをできるようにしとこうねっていうふうに指定してます。まあね、俺が京大受けた時は、まあ、なかったんですけど、こういう選択問題とかね、なかったんですけど、まあでも今俺が京大受けるとしても、やっぱりその場で解けるように、全部練習しておきますね。それが京大の力にもつながるからね。はい。で、二つ目、文章題が出るようになりました。で、この文章題なんですが、これは読解力が必要なんですよ。で、この読解力、つまり、その与えられたデータいろいろある、数字がいろいろある中で、どの数字を使うのか、どの情報を使うのかっていう読解力を鍛えましょうっていうことで、言うと、まあ、それで終わりなんですけど、この文章題トレーニングに関しては、もうこれはね、予想問題いっぱいやるしかないかなと思います。つまり、まあ、文章題が苦手な場合、そういう文章題にこれまで慣れてなかったからできないっていうところも多いわけですよね。だから、もともと数学の力がある、計算もできる、そういう人間が文章題になって急にできないってなったら、どのデータ、どの情報を使うかの取捨選択ができないってことだから、もうそれは練習しましょうっていうふうになりますというところですね。ちなみになんですが、俺は共通テストの勉強自分でもやりましたけど、これで苦労してないです、正直。なんでかっていうと、まあ、文系だから読解力あるし、っていうところでもあるんですよ。だから、これはね、これとこれとがあれば、
できるはずなんです。 100% できるはず、日本語で書いてるんで読めるはずなんで、もうそれは練習あるのみというところで、一応まあ練習用の教材として俺がいいかなと思うのはまず一つこれですね。まあ一冊でしっかり解ける本、大学入試共通テスト 1A2B の読解問題一冊でしっかり解ける本ですね。まあ正直この読解問題はね、冷静に読めばなんてことはないんで、数こなせば大丈夫です。だからこれをやると、で、その後これですね、これをいきなり指定することもあります。実践対策問題集っていうこの本を指定して、で、あともうちょっとで練習したかったらこのスマート対策がいいかなと思います。で、一回紹介しましたがこちらですね、センターの過去問集の代わりに今この共通テスト問題研究って本が出てるんで、こういう本で勉強してもいいと思います。これかなり量こなせるんで、まあ、非常におすすめというところですね。ちなみになんですが、これねやってみたらわかるんだけど、問題作るのめっちゃ難しいです。なのでそんなにパターンはないはず。だから、まあ、思考テストはもちろんのこと、こういう予想問題いっぱいやっていくことで、あ、これ見たことあるわっていうのが本番出る可能性非常に高いので、まあ、俺はね、文章題に関してはもう量をこなす、これが一番いいかなと。もう文章題とはいえ、なんかもうしょうもないじゃないですか、もう太郎くんがどうのとか、花子さんがどうの、先生がどうのとかね。もう、しょうもなっていう、そういう問題なんで、これに関しては量をこなす、で、慣れる。これが一番いいかなと。で、そういう意味で、もう三つ目、諦めないってことですね。共通テスト、自分の塾生でも、やっぱり苦手って人多いです。で、そういう人に関しては、もう頑張れと。とりあえず量をこなせっていうふうに指定してるし、俺も正直、センター試験の1ヶ月前のセンター模試で E 判定取りました。 E 判定取ったけれども早稲田受かったんですよね。早稲田の整形センター利用受かったわけですよ。だから量をこなす、諦めずにやっていけば必ず報われるとは言わない、必ず報われるなんていうのはそれは宗教家が詐欺師なんで、必ず報われるとは言わないけれども、報われる可能性が 1% でもあるんだったら全力で頑張る価値があるんじゃないかなと思います。ですから共通テスト今のところ苦手だよっていう人は、まあ、量こなせというところでした。はい、ぜひね数学、まあちょっと新しい傾向もあってしんどいかもしれませんが、まあまあ、センター試験と同じようにやってもらったら量こなせばまあ大丈夫というところで頑張ってやっていきましょう。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。